こやつ、なんとか持ち直したようじゃが。これでは振り出しに戻っただけ、状況が好転したとは言えんな。それにさっきのおたけび、確か最初にジレンと戦い敗れた直前に、うん、まずいのか、悟空。どうやら心配はないようですよ。感じます。意識の乱れではなく、純粋な衝動で加速する気の高まり。悟空さんは今ただひたすらジレンに、いえ戦いそのものに全身全霊をぶつけ続け、己を熱く激しく燃え上がらせているのです。宇宙の消滅、力の差、迷い、焦り、恐れも、その炎の中で無へと感じ、感じられるのは己と相手、そして戦い。やがてそんな認識すら霞んで消えゆくほどに、熱く早く、本能よりも深い領域を突き進む、その先にこそ。